茨城県道339号大和田桃浦、停車乗船小川町上合わせ行方市羽生茨城、県道339号、大和田桃浦停車乗船は、茨城県鉾田市から行方市に至り、鹿島鉄道線旧桃浦駅と接続する、かつて存在した県道である。桃浦駅の廃止に伴い、2008年4月17日に、この県道も廃止された。前身にあたる県道、 城野内桃浦停車場線は、茨城町城野内鉾田町大和田の区間が1994年4月1日付で、主要地方道である県道ミッドカミス線の一部として、昇格、路線認定されたことにより、同時に路線廃止となった。これに伴い県道、城野内桃浦停車場線の残存区間は、起点を、鉾田町大和田の県道茨城鹿島線交点、終点を、 玉津区議長、ハブの桃浦停車場とする新たな路線として、一般県道大和田桃浦停車場線に認定された。2007年4月1日に、鹿島鉄道線の廃線に伴い桃浦駅が廃止となった後も、大和田桃浦停車場線は存続したが、翌2008年4月17日をもって路線廃止された。路線廃止と同時に後継として、 国道355号重複と、桃浦駅取付道路を除外した区間をもって、県道大和田羽生線へ引き継がれることとなった。関野田2交差点、大和田交差点は1.5車線、尾美玉市与沢行方市羽生が1.5車線の未改良道路であったほかは、尾美玉市、下吉陰与沢間は2車線に整備されていた。地勢は、路線の大部分が、行方台地北部にあり、 起点の菅野谷交差点は、鹿島台地にあった。菅野谷交差点、大和田交差点は、鹿島台地から、共江川定地に下る坂道、行方市羽生の行方台地から、霞ヶ浦沿岸定地に下る坂道であるほかは、大部分が平坦な台地上の道路であった。AB 道路の区域の変更を茨城県法、大戦、ありがとうございます。